金ない。やっぱり使いすぎたんじゃないですかね。無計画者なんだから仕方がないでしょ。それに東武線は乗ったことなかったし、新車が投入されたっていうから。なんで東武を話してるんだよ。まあお金がなかったらバイトするんですけどね。どっちやねん。というか今日エイプリルフールじゃん。だから嘘をついてもいいってことだよね。まあ1年に1回だけだし。か、というか今日は4月2日だよ。はいはい。まあ嘘なんですけどね。だから使えって。どんどん嘘をついていこうねー。エイプリルフールってこんなやつだったっけ。あ、どうした。後ろに人影が。わっはっはっは、そんなんに引っかかるわけ。黒山ー。あ、やべ。お前、店番とかどうしたんだよ。ほら、さっさと帰るよ。さらに女と話なんかしちゃって、21歳まで恋愛は禁止だったでしょ。ほら、さっさと帰るよ。はいわい、今行きます。あいつらは家族かよ。黒山さんもいなくなってはこの動画が成り立たないんだけどな。いいや、一層のこと終わりにしよう。デハデハ最後までお付き合いありがとうございました。また次回、別の動画でお会いしましょう。デハデハ。